こんにちは動画ファンの成田です今回は youtube の動画のサムネイルをパソコンから設定する方法についてご紹介いたします実はここのところよく YouTube のサムネイルパソコンから設定する方法についてご質問を頂戴しておりましたので今回そのサムネイルの設定方法をご紹介していくんですけれどもそのカスタムサムネイルを使えるようにするためには一つ事前準備が必要となりますというのがですね少し前にこの YouTube の動画投稿に必須アカウントの確認とはという解説をご案内しているんですけれどもこれは スマホを使った解説になっているんですが基本的にはパソコンから行う設定となりますこのリンクを開いていただいてアカウントのの確認といいうのを済ませてください、えー、詳しくはこちらの解説見ていただくとわかるかと思いますけれどもアカウントの確認作業必ず先に済ませておいてくださいそうしないとカスタムサムネイルを設定することができません こちらのアカウントの確認が済みましたら実際にではパソコンからサムネイルを設定してまいります。 基本的には動画を投稿するときに一緒にサムネイル設定してしまうのが楽だと思います一回動画を投稿して投稿した後にまた改めてサムネイル設定することもできるんですけれども動画投稿しながらというのが一番分かりやすいかと思いますのでまずはその方法をご紹介してまいりましょう、えー、YouTube 開きましてまずは右上のこのカメラのマークですねこちらをクリックして動画をアップロードこちらをクリックします そうするとこのような動画投稿画面が開くかと思いますのでこのようにこの YouTube の動画投稿画面と投稿したい動画が入っているフォルダを並べて表示してそしてドラッグドロップで投稿が開始されますそうするとこのような表示になるかと思いますそしてここで説明文を入力したり、えー、タグを 入力したり、あと公開設定をしたりすると思うんですが、この一番下ですね、一番下に動画のサムネイルという項目がありますので、この動画のサムネイル、ここで設定をしていくんですが、 でしばらくはこのようにこうぐるぐるぐるという画像が出ているんですけれどもアップロードの処理が完了するとこのように3つ動画の中の1場面を自動で選択して表示されますのでもちろんこの中から選ぶこともできるんですけれどもじゃ例えばこのバタービールを飲んでいる写真を選択するとしばらく待つとこのようにこちらの上の画像も切り替わってサムネイルがこちらの画像になったというのが分かるんです。 ですけれどもやっぱりサムネイルは自分で用意した目を引く画像にするのがベターですではですねこの3つの画像が選択される前グレーのあのぐるぐるの表示の時にもちろん設定してしまうことも可能ですこの右側のカスタムサムネイルというボタンこちらをクリックしますそうするとこのようなフォルダが開くんですけれども、えー、あらかじめ その目を引くサムネイル画像、フォトショップであるとか、ギンプであるとか、いろいろ画像編集ソフトがありますけれども、まずはあらかじめサムネイル画像、作成しておいてください。そして、JPEG とか PNG といった画像がサムネイルに設定することができますので、対象となる画像が入っているフォルダを開いて、そして今回、こちらのロンドン旅行記ハリー・ポッターツアーという。 こういった画像を作りましたのでこれをサムネイルに設定していきます選択して開くをクリックしますそうすると切り替わってこのようにサムネイル設定することができましたで、少しお待ちいただくとこの上の部分も新しい自分で作ったサムネイルに変更することが できましたこれであとは通常通り公開設定なんかをしたり説明欄とかそれからタグを入力してタイトルなんかもきちんと入力をして完了をクリックして終了となりますでは実際にどのようにサムネイル表示されているのか確認してみましょう。えー、右上の自分のプロフィールアイコンをクリックして youtube タベー版を開きますそして左側のメニューから動画をクリックします。 そうすると、今アップロードした動画「2019ロンドン旅行記ハリー・ポッターツアー」という動画を投稿したんですけれどもここでサムネイルがが自分でで作ったた画像に変更されていいるのが確認できたかと思います。でもし、えー、一旦動画を投稿してサムネイル設定していない動画で後から自分で作ったサムネイルに変更したいという場合はこの YouTube スタジオの 動画の一覧の中から対象となる動画を選択してそうするとここにサムネイルが表示されますので,でここの一番左側が解説ページに記載してあるんですがこのようにサムネイルアップロードというボタンになっておりますのでこちらをクリックしてそして先ほどと同じように対象のフォルダを開いて対象の画像を選択して開くとやっていただくと変更が可能です。また 今、こちらの画像になってるんですけれども、やっぱりこの画像じゃなくて別の画像をサムネイルにしたいという場合は、この編集画面を開いて、で今設定されているこちらのカスタムサムネイルですね、これにカーソルを合わせると、右上にこのようなその他のメニューという点々というのが表示されます。こちらをククリックしてくださいそうすると変更 ダウンロードという2つのメニューが出てまいりますのでこれで変更をクリックすると同じように画像の選択画面が出てまいりますので新しい画像をクリックしてちょっと今回同じものそのまま使ってしまいますけれども新しい画像をクリックして開くとやっていただくと新しいものに変わりますでこちらの画面ですね変更が終了しましたら必ずこの右上の 保存こちらをクリックしてください保存しないと設定内容が保存されないので必ず設定が完了したら保存をクリックしますこののの動動画画画サムネイルは動画の表紙となななる大事な画像になります一生懸命動画を作成してもこのサムネイルがいまいちだったりするとせっかくの動画視聴につながらなくなってしまいます せっかく作った動画なので視聴者さんに見ていただくためにもサムネイルカスタムサムネイルで設定を行ってみてみください。ここでサムネイルのワンポイントアドバイスなんですけれども、えー、私のサムネイル意外とこう短い単語で大きめの字でどんどんという表示になっているんですけれどもこれはですねスマホで 見てていいいただくととうことも考えていますスマホの場合パソコンだと大きく表示されるので見やすいんですけれどもスマホだとどうしても画面が小さくなりますので,でどうしても視聴者さんはこのタイイトルルよりサムネイルを見ているんですねなのでタイトルももちろん大事なんですけれども視聴者さんがどんな動画なのか一発で分かるような分かりやすいサムネイル作り心がけてみてください。 それでは以上となります。最後までありがとうございました。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画の配信を行っております。チャンネル登録お待ちしております。